パパパパパパパ第3回目、つみつみゲームはこちら、サプリメントをね、つみつみしたいと思います。動画大丈夫でしょうか？なんか白いこういうそのホワイトボードとかだとすごくさ、ノイズというかしましまの線がいくんだけど、一応ね、そうならないように設定はしてみてるんですけども、いかがでしょうか？はい、今回はサプリをね、積み積みしていこうかなと思います。まあ、ルールは簡単、ただ積んでいくだけです。で、どれくらい基本はね、積めたかを勝負するゲームとなっております。さあ、開始だ。というか、積めるんですかね、これ。今回ね、まあ、積みやすそうなサプリ、まあ、いつかやってみたかったんで、まあ、今ね、ちょうどマカ、飲む習慣やってるんですけども、まあ、結局ね、1ヶ月後ぐらいにはなくなると思うんで、全部、こちらで試してみたいなと思います。食べ物で遊ぶな。用意スタート。よいしょ。別にね、手袋はつけなくても構いませんけども。よいしょ。タンタン、タカタカタンタン。こういうのはね、精神の勝負なんだよ。いかに精神力が強い人かが求められているんだ。地上界からのコメント。金鬼さんは、暇なんですか？はい、暇です。ちょっとね、今ね、外に出られない事情になってしまいまして、雨だからとかじゃなくてね、むしろ雨だったらね、配達とかは楽しめるはずなんですけども、ちょっとね、不調なんですよ。まあ、動画を見てくれればわかると思うんですけどね、毎度毎度何かしらトラブルがね、あってね、なかなかね、気軽に配達っていうのもいかないわけだ。あ、これね、積めない感はあるわ。もうね、2個までしか積めない感は基本縦に。で、どうしようかな。まあ、横にね、増やしていくっていうパターンも、まあ、ありっちゃありなんかな。そしたら無限にね、できそうな気がするんですけど。全然積めないっす、これ。主催者が何を言ってるんだかって感じですけど、まあ、いつかはこのね、サプリでのっていうのもやってみたいと思ったんですけど、これで一応ギリ3ぐらいですかね、これ映ってますかね。ちょっとね、白に白なので、なかなか映りぐらいはないかなと思うんですけど。手動で今ね、ズームしてます。いやー、これね、割かしツルツル、ツルツルなの。でね、このホワイトボードの上も割かしね、アルコールで消毒してあるんで、それなりには綺麗でありますけど、ちゃんとね、この後美味しくスタッフが食べますね。私は食べないですけど、そう。金鬼が食べますのでね、責任を持って。そもそもサプリメントって食べ物なんですかね。まあ、体内には入れるものではありますけどね。だから衛生はそりゃね、保たなければなりませんが。ああ、積めないです。前代未聞の。増やす意味ないか。企画として出してるくせにですね、まあ、確かめ、2個まではいけたから、いけるかなと思ったんですけどね。このサプリメントの形状、どちらも、なんて言えばいいんですかね。まっすぐではないんですよね。まあ、サプリメントの形状か。ちょっとポコってなってるんでね。あららら。まあ、ラムネでもよかったのかもしれないけどね。サプリメントの方が、どうですかね。硬いのはあるんだけど、ツルツル要素が、これそんなにツルツルはしてないタイプなんですけどね。粉を固めたみたいな。どうにかね、単純に3ぐらいまでは、いきたいな。ちょっと粘りますね。10分以下の動画にしたいな。天国にお住まいもの天使さんからの投稿。金鬼さんは、食べ物を粗末にする人なんですね。幻滅しました。もう次から動画ありません。ガーン。 まあ、これはね、食べ物じゃないということで、どうすか。 サプリはサプリだからね。 ちょっとね、やってみたかったんですよね、このね、積みまくるっていうのは。全然積みまくれてないですけどね。2個でも結構つらいなぁ。どうしよっか。こう、2個と2個を両隣にして、映ってる、これ。これで、ああ、これ本当無理かもしれない。ちょっとでも3はね、主催者としていきたいな。他の、これは他のプレイヤー現れないな、このサプリに関しては。
無理ゲーすぎるし、何のサプリかにもよりますからね。無理ゲーすぎんな。どうしようどうしよう。割とね、このさ、手袋くんがね、ブカブカなんよ。結構でかい。M サイズだと思うんですけどね。じゃあ手袋すんなって話なんだけど、ほんと、そう、ほんとそうだよね。まあでもね、手袋ありながらっていうのがね、またね、いいんですよ、これがね。こう、普段よりかはさ、大変じゃないですか。まあ、当たり前ですか。俺もね、やりたくないと思ってるくらいなんですけどね、大変でしょ？人生ってね、そういうもんなんですよね。こう、誰しもがそれなりにね、障害を小さく大きく持ってるのではないかと、まあ、持ってない人もいるのかもしれない。完璧な存在もあるのかもしれないけどね、やはりね、完璧な存在っていうのは神ぐらいしかいないので、神様だって何かを忘れたり、遅刻をちゃんとかしたりするだろうね。しないか。なので、たったそれだけでね、ごちゃごちゃ言ってちゃいけませんよと。障害がある中でのトップになれば、そりゃすごいじゃないですか。普通の、ね、何の障害もない人よりも。障害がある人が勝ったら、それはかっこいいですよね。これむずいなぁ。苦しみ。修行。諦めていいっすか？ 諦めたらそこで試合終了ですよ。終了していいっすか？この試合。ちょっと、無理ゲーに思えてきてしまったんで、終了していいっすか？いいっすかね。やばいな。3つぐらいは乗ってるとこさ、みんなに見せないと、これやばいよ。これ君主催者だよね。ちなみにね、なんかマカも結構ね、眠れる気がしますね。眠れるっていうか、朝早く起きられる。オッケーオッケーオッケー。はい。いい感じになったんじゃないですか。とりあえず、まあ、俺の記録はですね、まあ、3つ上に、積み上げることができましたと。これ、拡大してるんや。というわけでございます。はい。皆さんもね、ぜひとも挑戦してみてください。まあ、10分ぐらい。こんなもん、こんなん1時間もしてるバカはいねえわ。はい。ありがとうございました。